世界スーパーバンタム級6位福島学。人気ボクシング漫画初めの一歩に憧れて始めたボクシング、プロボクサーを志し門を叩いたジムは偶然にも初めの一歩の作者がオーナーであった。明日のジョーの作者がオーナーなんだって言われて入ったら初めの一歩だったすごいびっくりしたんですよね。変幻自在なボクシングスタイルで積み上げてきた勝ち星は22勝 16KO。 そして9年目にしてついに世界の扉に手をかけた。世界の扉を見事に KO で下しました。そしてついに福島は憧れの初めの一歩のキャラクターのモデルにまでなった。それは今時の若者らしい容姿の板垣学というキャラクター。茶髪に日焼けした肌は福島そのもの。その福島を見守る森川先生は、いやもう心配したくないですからね、もう1ラウンド強で勝ちにしますけどね自分で勝てならそうします。福島はマイペースそのもの。試合前の緊張感をも楽しんでしまうのが福島流。トレードマークのこの笑顔が好調の証だ。しかしその笑顔と裏腹に、ひたむきにボクシングに情熱をかける福島。試合前には必ずある願掛けをして臨むという。家族となんか出かけたくないなんて思ったの、いつ頃からだっけ。いつまでもどこまでも出かけよう。ミニバンスモロー、イプサン。タイプ S デビュー。引っ越したら犬を飼いたいと言っていた母の勢いはなんだかとんでもないことになっています。生まれ変わる代わりに人は住み替えるのかもしれません。WBC 世界スーパーバンタム級6位福島学。その福島は試合前に必ずある願掛けをして臨むという。普通に家を出るときに、まあ、また帰ってくるぞって、まあ一人暮らしなんですけど、まあ、ボクシングっていうのは本当、まあ、死と隣り合わせの商売なんで、はい、まあ、自分の中では本当これで死んじゃってもしょうがないって思うぐらいの気持ちで毎回戦ってますから。笑顔の裏には悲壮な決意が隠されていた。福島がボクシングで命を懸けるには理由がある。母子家庭で育った福島、父の顔は思い出せない。気丈にも女手一つで育て上げてくれた母に、日本チャンピオンとなった福島はあるプレゼントをした。それは親子水入らずの京都旅行。そしてその晩、福島は思いがけない母の姿を目撃する。俺があのお風呂入ってきて出てきたら、なんか泣いてるんですよ。嬉し泣きだったんですよね。ああ、こうして稼いだお金で旅行とかプレゼントしてくれてっていうことで、はい、感謝の気持ちだったみたいですけど、はい、日本一の親孝行だねっていう一言を言ってもらえたんですよ。まあ、それがすごい嬉しかったんで、まあ、できればやっぱ世界一の親孝行をしたいなっては思いますね。福島の対戦相手となるのは、長いリーチと驚異の手数を誇る WBC 暫定世界スーパーバンタム級チャンピオン、オスカー・ラリオ。Pelear. Yo vengo a pelear. Y invito a toda la gente porque va a haber una bonita pelea. そんな強敵を迎え撃つ福島。高橋直人会長は相手をこう分析する。やっぱ強いですよ。体も大きいし、パワーもあるし、パンチもワイルドで、一番交際には強いんじゃないの、やっぱり。まあ、セミで行った時にそれで見せ場が作れないようだったら、やっぱりもう格段の差があるんだと思うしかないからね。こういう言葉を口に出しちゃうとおふくろを悲しませちゃうんですけど、本当もう死んでもいいから勝ちたいくらいの気持ちで上がるんで、まあ、本当人生かけますよ。長年の夢への挑戦権を手に入れ、自分のため母のためにリングへ上がる福島。日本一の高校息子が抱いた夢、それは世界のベルトを手にすること。叶うか、世界一の親孝行。WBC 世界スーパーバンタム級6位福島学、28歳。物心つく前に両親が離婚、
女手一つで兄弟を育ててくれた母明子さんの苦労を見てきた福島は、中学3年間は新聞配達を、高校時代は授業後スーパーでアルバイトをして家計を助けました。母から小遣いをもらったことは一度もない。お袋にだけは負担をかけたくないと思っていた。しんどいと感じたことは一度もないと福島は振り返ります。高校2年の時読んだ漫画はじめの一歩でボクシングに興味を抱き、その後1年間は片道2時間かけて福島市内のジムに通いました。母に楽をさせたい、今から野球やサッカーのプロにはなれないけれどウェイト別で戦うボクシングならプロで勝負できるのではないかと考え、福島はプロボクサーを志しました。高校卒業後、東京足立区の JB スポーツジムに入門。94年12月にプロデビューを果たしますが、最初の4戦で2勝2敗とプロの壁を痛感します。しかし、かつて逆転の直人と呼ばれた高橋直人会長や、怪我のためミスターの夢を果たせず引退した山田武史トレーナーの指導のもと、素質を開花させた福島。ジムにとって初めての A 級ボクサーとなり、おととし2月には15連勝で日本タイトルを獲得。初めてチャンピオンベルトをジムにもたらしました。その後2度目の防衛に失敗、世界ランカーとの試合での敗北など回り道はありましたが、ついに今日世界タイトル初挑戦のチャンスをつかみました。普段の練習には一切口を出さないというジムのオーナーで、はじめの一歩の原作者森川ジョージさんもいつも通り福島のセコンドに入ります。地元郡山からやってきた大応援団で埋まったリングサイドには、息子の体を気遣いながら試合のたびに必ず上京してくる母明子さんの姿も見えます。今できる親孝行をと福島は、試合の翌日晴れた顔で東京都内を案内したこともありました。日本タイトル獲得後にプレゼントした京都旅行では感激した母の涙を見せました。日本一の高校息子が今世界一の高校息子になろうとしています。母の見つめるその前で世界タイトル獲得なるか、福島学です。月も出る、スターも出る、そして花もある。よーし、ブルームブル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 、ナイターだぞ、モーターボート記念招待ガスター10。皆さん、胃の調子はいかがですか？え、胃が痛い。早めの手当てガスター10、さっと飲めてスキッとよく効きます。この薬は使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。山の内 WBC 暫定世界スーパーボタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー48点44勝31KO、 122パウンドメキシコ、WBC 世界スーパーバンタム級暫定チャンピオン、オスカー・ラリオス。タイトル初防衛なるか、オスカー・ラリオス。青コーナー挑戦者、27点22勝16KO、 122パウンド、デイリー・ポーズ・ジム所属、WBC 世界スーパーバンタム級第6位、福島学。28点目でつかんだ世界タイトル初挑戦、ランキング6位、福島学。あ、これがお母さんの明子さんです。リングサイドで息子の勇姿を見つめます。なお、この試合は共に100戦以上のキャリアがあるデュエイン・フォードとルー・キリト、そして65歳のゲイル・バン・ホイ、アメリカの3人のベテランジャッジが採点します。そしてレフリーはネバダ州リノから初来日、12回目の世界戦となります48歳ビクター・ドラクリッチさんです。今リング上ではレフリービクター・ドラクリッチによります試合前の最後のレフリー注意が行われるところです。なお、昨日行われた計量では共にリミットちょうど122ポンド 55.3 キロ、2人とも1回で計量をパスしています。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンラリオスの初防衛戦、世界初挑戦の福島学、タイトル獲得なるんでしょうか。レフリー注意は簡単に終わりました。長丁場12回戦まもなく第1ラウンドのゴングです。WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、青のトランクスが
チャンピオンのメキシコオスカーラリオス、今日がプロ49戦目。一方黒のトランクスが JB スポーツジム福島学、今日がプロ28戦目でタイトル初挑戦になります。まずリング中央がチャンピオンのラリオス、そしてその周りを回っています黒のトランクス、褐色の肌福島学です。浜田剛さん、はい、まずこのチャンピオンのラリオスなんですが、はい、まあ、いわゆるメキシカンファイターというんでしょうか、非常にこれまでの試合を見ていますと手のよく出る選手だなという印象ありますね。それとですね、はい、打ち合いが好きなんですね、まあ、今出だしゆっくりゆっくり自分の射程距離まで今詰めてきてますよね。そうですか、それは、まあ、福島が今外から、うん、2、3発打っているわけですね、はい、それはそれでいいですよ、同じように真正面から打っちゃうと強いですからねこの選手は、はい、山田トレーナーも中間距離ではラリオスは強いだろうという話をしていました。だから2、3発打ってはパーッと離れるとかですね。だから最初の打ち合い2、3発目は福島、はい、ハイパンチ打ってますからね、そしたらパッと離れることですね、はい、そうしないとですね、まだ第1ラウンド1分30秒が経過したところ、セレス小林さん、ちょっと来てますね、足にね、足効いてますか、はい、今日はラリオスが一気に出てくるか、あまり打ち合わせに動いた方がいいですね、それ動いた方がいい、はい、動いた方がいいですね、あっと、また打ち合わせに行った、ラリオスが打ち合わせに行った、今度は左です、福島の左、両手に打ち合わせに行った、今度は福島の顔がのけぞるようなパンチを食いました。いや激しい立ち上がりになりました。ワンツー、ラリオスのワンツーです。ワンツーラスト。福島大阪市が効いてますからね。今度ラリオスのワンツー、左に。最後に動いた方がいいですね。はい。福島どうすればいいですか、小林さん。最後に動いた方がいいですね。最後ですか。パンチを打ち終わった時ですね。水分ガードが下がるんですね。ワンツーに。また右を打った。福島右を打った。あ、出てきますね。ワンツーが叩きつけるような右。今度は左。ラリオスも力んでますよ。ワンツー。立ち上がりいきなりダウンシーンがありました。チャレンジャーの福島がダウンを切ってワンツーだ、ワンツーだ、そして左を返すラリオス、さあ第1ラウンド残り30秒になります。今度は左、右、左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 、あっと膝がついたか、膝がついたか、これはダウンではありません、ダウンではありません、あ、アジスカット打ちたいですね、はい、なんとか動きたい、ちょっと足効いている、効いてますね、効いてますね、なんとか足を使う福島、ラリオス狙っている、ラリオス狙っている、第1ラウンド残り10秒、さあ懸命にクリンチ、懸命にクリンチ、福島第1ラウンド終了、激しい立ち上がり、いきなり福島ダウンを喫してしまいました。いきなりのダウンシーン、このワンツーからの連打、セレス小林さん、はい、いきなり食ってしまいましたね。そうですね、やっぱ世界戦ということでね、はい、硬いところにもらったパンチが効くんですよね。ちょっと硬さはありましたか。そうですね、もう少し動いてもらいたかったですね、はい、まだダメージが抜けきれてないんじゃないですかね。さあ第2ラウンドが始まります。そうですね、セレス小林さん、足の動きちょっと注意して福島の見てください。そうですね、どうですか。そうですね、まだちょっと少し、はい、足がちょっとぎこちないのでね、前半ちょっとしのいだ方がいいですね。まだ、はい、村山さん、ちょっとショッキングな情報なんですが、ですね、倒れたことを覚えてませんね。あ、そうなんですか、はい、倒れたんですかと、はい、いうふうに、まあ、会話はできているので、はい、それほど意識は今は飛んでない状態だと思うんですけれども、はい、倒れたことは覚えていませんでした。浜田剛さん、はい、やはりそれだけ福島緊張感もあったんでしょうかね。まあ、その瞬間は相当やっぱり聞きましたからね、だいたい分からないうちに倒されてたっていう場合は結構あるんですね、はい、ですから、まあ、右ストレート、ラリオス右を思い切ってきますね、ラリオスも振りは大きいですよ、はい、普段より振り大きいですよ、まあ、ですから第1ラウンドの終盤福島のパンチも左フックアウチになりましたからね、はい、あれでラリオス効きましたからね、だからラリオスも大きいんで、最初にダウン取ったんで、ああ、ツーだ、ナップアップと思って余計に振りが多くなってますからね、はい、村山さん、はい、赤コーナーラリオスサイドからは、もう相手は効いているんだから待つな、はい、そしてボディを打つと、そういう指示が出ています、はい、ということはもうチャンピオン陣営としては一気に浜田剛さん、のかしとしてしまうと、いうことなんですけどね、はい、だから福島は、まあ、ちょっと時間かけて、回復することですね、はい、さあ左から2打、チャンピオンのラリオスが出てきます。
そうですね、ラビオスもあの今力んでますからね、それで当たらなくなったら焦ってきますから、はい、焦ってきたらもっと振りが多くなりますからね、この選手は。小林さん、こうして見ていてもやはりラリオスのパンチというのもかなりね、かなり大きいですね、これ、ま、序盤をしのげればね、はい、大きさが見えてくると思うんですけどね。ラリオスも行っちゃう。福島、右のキックを打ってきました。第2ラウンド、まもなく2分が経過するところ、このワンツーは距離を取っています。福島、今度は右のボディーブローを打ちました。チャンピオンのラリオス、この辺りでフットワークを使い始めた福島です。今ラリオスの大きなパンチを2回3回とかわしながら、右ストレートを食いました。チャレンジャーの福島、チャンピオンのラリオス、距離を測ります。やはり今狙ってますね、あの、ラリオス狙ってますからね。大きくなっている選手が手があまり数としては出てこないような、ラリオスですよね、ラリオスが、あと2打、守るということだけは勝ちたいですね、はい。第2ラウンドも残り30秒、またワンツーが出てきたラリオス、左を返す。この選手は普段はあの一発の パンチャーじゃないんですね、はい、狙う選手なんです、連打の選手ですから、はい、だから今一発一発狙ってるところあるんで、リズムを崩させるっていうことあの方法に切り替えればいいですからね。なるほど、共に KO 率は 70% を超えます。ただ一発というより連打で倒すタイプの両者、左のフックだ、チャンピオンのラリオス。第2ラウンドほとんど時間がなくなりました。第2ラウンド終了です。優しいんです。これならできる。優しい警備ソフト JDL IBEX 追走帳。 JDL ワンワンツー、奥まで磨く力 25% アップ。ジュー子供用も。雨降って地固まると申しますが、で固まっちゃったら週刊賃貸。新婚さんなら 1LDK、 できちゃった婚なら 2LDK で、別れちゃったらワンルーフで、また再婚した時は週刊賃貸。開放感がいっぱい、ニューマスターゼミオにボルトデビュー。序盤はチャンピオンのラリオスの大きなパンチを浴びています。チャレンジャーの福島学ですが、浜田剛さん、はい、なんとかペースを変えたいですよね。うん、そうですね、今ラリオスも一発狙って、手が少なくなってますからね、はい、これを空振りさせると、そしてその間に福島は回復すると、はい、いうことが今大事なところですね。セレスト小林さん、はい、まだ2ラウンドが終わったばかりです、はい、まだまだ長いラウンド残っていますけれども、そうですね、